日本の小菅麻里が登場しました。全日本選手権2連覇を達成しています。史上最年少13歳で全日本チャンピオンになりました。小菅1本目、決めました。ロンダード後方伸身宙返りの1回ひねり D 難度の技です。1本目いかがでした？そうですね、比較的スピードもあって高さもあったんじゃないかと。まあ、ちょっと着地ちょっと飛んだのが惜しいですけれどもね。ここはもうピタリと決めたかったところですね、はい。しかし本当にこう跳躍力がありますね。そうですね、ゆか跳馬は本当得意技ですからね。得点が 9.750、 いい得点ですね、はい。小菅2本目です。跳馬は1本目と2本目を足して割ります。平均を取ります。次の技は全日本で失敗している技なんでぜひ決めたいと言っていましたが、どうでしょうか？これはちょっと前へ惜しいですね。跳躍自体は高さがあってよかったと思うんですけどね、はい。前転跳びの前方抱え込み宙返り、技とすると C 難度の技なんですけどね。朝日生命体操クラブのメンバーがごじっと見つめてますね。後ろ、はい、出てきますんで内容がやっぱりかなり高いものを求められますね。この東京カップは種目別のみで争われます。さあそして跳馬はミレーナ・マフロディバです。ブルガリア、世界選手権の種目別では跳馬で5位に入っています。15歳です。跳馬これからマフロディバ選手は2回目の演技に入ります。ヨーロッパ選手権では跳馬で2位になっています。まあ、これからの選手と言っていいでしょうね。そうでしょうね。2本目の演技です。前転跳びから前方屈伸宙返り、はい、これは D 難度の技。やはりどういう面が一番いいですか？そうですね、前系統なんで非常に着地が難しい種目なんですけども、はい、まあ一歩でまずまず抑えたんじゃないかと、まあ、こらえたっていう感じですね、はい。マフロディバ1本目が 9.675、 2本目が 9.812、 トータルで 9.743、 現在のところトップに立っています。相場です。ワン・ウェンジン、中国です。16歳、1本目の演技です。ロンダードから後方伸身宙返り1回ひねり、着地で左足が一歩ずれましたがなんとかまとめました。そうですね、着地やっぱりちょっと惜しいですね。この辺の技はどうですか？そうですね、大きさはあると思いますね。ちょっと足の開きが見えるということもありますけれども、ワンは 9.650 です。まずまずの得点と言っていいでしょうね、はい。ボンタシュが出てきました。ルーマニア、世界選手権の個人総合で4位です。跳馬では2位に入っています。1本目ロンダードから後方伸身宙返りで1回ひねり、まあ、決めました、まあ、着地まで綺麗に持ち込んでましたね、はい。技にもまだちょっと余裕があるっていう感じがしますね。そうですね、ただちょっとここで見ると分かると思いますが、はい、ここの足の開きがですね、あ、まあ、どのように捉えるかというところだと思います。そうですね、まあ、やや減点の対象、はい、あ、それでも高い得点が出ました。 9.912、 現在までのところ一番高い得点です。1本目 9.912、 さあ2本目です。前転跳びの前方屈伸宙返りです。これも D 難度の技です。まあ、着地が非常に難しい技なんですけれども、はい、まあ、一歩でまずまずまとめたというところじゃないでしょうか。まあ、最後ちょっと抱え込むような姿勢になってますけれども、はい、ちょっと膝が上がったかな、はい、ね、っていう感じですが、はい、9.850、 トータルで 9.881、 黄色の数字が現在までトップと。今日の調子はいかがでしょうか？Устала уже после переездов, после выступлений. К тому же хочется, конечно. 今後の目標はどうでしょうか？На какая цель у тебя впереди? После этих соревнований? Ну, я поеду в Штутгарт на Кубок ДТБ. Постараться там выиграть и хорошо пройти все соревнования.
まあ、寂しくて家に帰りたいっていうのは、まあ、いかにも16歳という感じなんですが、演技を見てるとそういうのは全然感じませんね。想像できないですね。跳馬の1本目です。ロンダードから後方伸身宙返りの1回ひねり、綺麗に決めました。高さがもう他の選手とワンランク違う感じがしますね。はい、見事に決めました。ラチューノはご覧ください。ここからですね、はい、ロンダードで入ってこの上がりですね。素晴らしいですよね。この高さを皆さんぜひご覧になっていただきたいですね、はい、跳馬の場合は 9.950。 あ、やはりいい得点が出ました。最高点です、 9.950。 1本目そうしますとラチューノワは2本目 9.812 以上で優勝ということになります。2本目優勝をかけての跳馬です。どうか、前転跳び前方抱え込み宙返りの半ひねり、着地がちょっとずれましたが、そうですね、いい出来ですね、まあ、はい、やはり他の選手とは一味あるいは二味違うっていう感じの演技ですね、はい、まあ、2本とも自信持って飛んでますんでね。得点の方はどうでしょうか。もう一度ご覧ください。ここからですね、はい、手のついた後のこの高さ、はい、そしてその距離ですね、はい、素晴らしい演技を見せましたラチューノワです。本人はやっぱりちょっと着地が決まらなかったのは不満足そうですが、はい、9.90、 そしてトータルでは 9.925。 ラチューノが跳馬で優勝を決めました。御嶽を退けました。まあ、これはやはりちょっと他の選手もそうですね、はい、特に1本目 の高さはちょっと段違い平行棒ナタリア・カリニナです。ソビエト、この選手は世界選手権の補欠でした。15歳。ソビエトも本当に次から次といい選手が出てきますね。そうですね、まあ、羨ましいようですね。やはりこの辺はきちっと育て方がやはりいいということになるんでしょうかね。まあ、一貫した指導ができているということだと思いますね。まずは車輪も非常に大きいです、はい、ここで家が宙返り決まりました、はい、家側も本当にこうバーからきちっと離れて、そうですね、非常に大きさのある家が宙返りでした。トカチェフ、この後車輪に非常にスピードありますね、はい、そして最後はムーンサルト、はい、いやそれにしても素晴らしい演技を見せてくれましたナタリア・カリニナ。なかなか技もいろいろ入ってましたね。そうですね、イエガーにトカチェフ、そしてムーンサルトですからね、はい、これはトカチェフのところです、はい、最後のムーンサルトなんかは本当にもう男子の鉄棒と変わらないぐらいの降り方で降りてきますね。まあ、15歳ですんでこれからまたいろいろな大会に出てくると思うんですが、はい、まあ、これからの課題とするとどうですか。そうですね、まあ、課題がまだあるのかなっていう感じはしますけどねこの選手がソビエトでは補欠です、はい、9.875。 あ、やはりいい得点が出ましたっていう気持ちになりますね。まあ、期待したいですね。さあ、そしてヤンボーです。中国世界選手権の個人総合では5位に入っています。中国のチャンピオン、中国も一旦かなり伸びている時期があって、はい、そしてまたちょっと落ちて、で現在はどうですか。そうですね、男女ともこの世界選手権あたりからかなり力上がってきたと思いますね。イエガー宙返り高いですね。この辺もやはり動きがキビキビしてますね、はい、最後は抱え込みの2回宙返りです、はい、中国のヤンボー、段違い平行棒の演技でした。16歳です。この選手はどうですかね今後。そうですね、まあ、アジア大会向けての強化ということで伸びてきてるんだと思いますし、はい、まあ、年齢も低いということもあってまだまだ伸びてくるんじゃないかと思いますね。得点は 9.800、 依然としてカリニナが 9.875 でトップに立っています。女子の段違い平行棒、現在のところカリニナが 9.875 で首位です。そして続いてはフランスのカリーヌ・マーメットです。世界選手権の個人総合では24位に入っています。
まあ、最近のフランスのレベルは梶山さんいかがですか。そうですね、まあ、もう一つというところだと思いますけれども、まあ、ヨーロッパですから盛んなことは盛んですね。さあ最初は車輪からイエガーですね。イエガーですね、はい、イエガー宙返り、ちょっと低い感じはしますかね。そうですね、まあ、先ほどまでの選手と比べるとちょっと寂しいという感じですかね。この辺の車輪はどうですか。はい、これ1回ひねりで、はい、あの価値が高いと思いますね。最後は抱え込みの2回宙返りです、はい、マーメット、まあ、本人は、まあ、満足のいく演技だったんでしょうか ね、 はい、表情を見ますと、まあ、もう少しという点はどうですか。まあ、このイエガーなんかもやはり高さがもう高さを狙っていくような時代に来ているんじゃないかと思いますね。まあ、ソビエトの選手はもうほとんどバーの上で宙返りしてますからね、はい、マーメットの得点は 9.787、 現在のところ第3位につけています。優勝です。段違い平行棒、日本の三浦花子が登場です。全日本ジュニア体操選手権のチャンピオンです。国際ジュニアでは4位に入りました。東京の藤村女子中学の3年生、135センチの28キロです、まあ、非常に小さい選手なんですが演技をすると大きく見えますね。そうですね、スピードがありますよね。この辺も車輪も、そして家が宙返り、バーの上で回りました。今下のバーのところでちょっと床に過ぎましたかね、はい、トカチェフ、はい、スピードがありますね。非常に車輪から抱え屈伸の2回宙返りです、はい、屈伸の2回宙返りで降りました。まあ、あそこの下のバーでの床でちょっと吸った部分以外は良かったんですけどね、はい、どのくらい取れるかというところだしと思いますね。このトカチェフも大きかったですね、はい、そしてこれはフィニッシュのところです。屈伸の2回宙返りで降りました。着地もピタリと決めています。あ、塚原コーチからいろいろ先ほどの技の面でちょっと注意を受けているんでしょうかね、はい、9.750 です。カリニナが 9.875 でトップに立っています。そして段違い平行棒最後の演技者、シャーリーナイトです。アメリカ全米選手権は個人総合で12位に入っている選手です。段違い平行棒では最後の演技者です。トカチェフ飛び越し、ちょっと空いたところ足割れが、抱え込みの2回宙返りです。まあ、やはり先ほどの三浦あるいはカリニナと比べますとちょっとやっぱスピードがない感じがしますかね。そうですね。そして男子のあん馬の競技を終了いたします。ああ、この辺も足先が乱れてますね、はいはい、最後は抱え込みの2回宙返りで降りました。アメリカのシャーリーナイトでした。得点は 9.750。 これでカリニナがやはり優勝では、まあ、通用するような内容だと思います。女子の跳馬です。ダチューノワが優勝しました。ボンタッシュが2位、マフロディバが3位です。これやっぱり1枚も2枚も上だったなっていう感じがしましたね。コスゲが5位です。 9.506。 コスゲもでもこれからまだまだ伸びるっていう感じはしましたね、はい、そうですね。段違い平行棒、カリンナが優勝です。ヤンボーが2位、そして3位がマーメットです。カリンナ、ソビエトの新鋭、これからまだまだこうまくなりそうな、はい、素質十分という選手ですね。網浦が4位に入りましたね。そうですね、昨日平均台シリバシとラチューノアの対決、これはかなり見ものですね。ロビン・マクリエド、カナダ。今回で3度目の来日のシリバシ選手です。おはようございます、どうでしょうか。今日の調子の方からまず聞かせていただきましょうか。Mă simt bine, m-am pregătit pentru concursul acesta din Japonia și la Bârnă sper să concurez foarte bine。まあ、シリバシも演技会それから競技会が続いてちょっとやっぱり疲れているということですね、はい、
ただもう今年はまあ大きな大会これが最後ということで、はい、やはり期するものがあるんじゃないかと思いますね。しりばしの演技が始まりました。しりばし独特の技で入ります。平均台、世界選手権では床平均台段違い平行棒で優勝しています。ソウルオリンピックでは個人総合2位でした。あの泣き顔がまだ印象に残っている方も多いんじゃないかと思いますけどね、はい、3度目の来日になります。後転跳びから後方宙返りピタリと決めています。まっすぐ乗ってますね。安定してますね、はい、ジャンプを2回一休みしてからまた新しい技も考えたいと話しておりました。しりばしです。後転跳び後方宙返り確率ですね。そうですね、ぐらつかないですね、ほとんどぐらつきはほとんどありません。しりばしも19歳、だいぶこう女性らしく、そうですね、1年でだいぶ変わったという気がしますね。さあこれからフィニッシュです。後転跳び後転跳び、そしてあっとこれはどうしたんでしょうか。最後は普通ですと抱え込みの2回宙返りなんですが、はい、1回になってしまいました。これはどうしたんでしょうかね。そうですね、ちょっと足がうまく乗らなかったのか、まあ大きなミスですね。これはシリバッシュにしては珍しいですね、はい、普段はあまりこういうことはありません。得点が 9.487、しりばしとしては低い得点です、うん、本人もちょっとラチューノワが出てまいりました。ソビエト世界選手権の個人総合が2位。これは本当にラチューノワも気の強い、非常に、まあ、そうですね、まあ、根性のある選手という、ね、はい、そういう雰囲気が漂ってますね、はい、私でも平均台というのは女子落下する選手が結構多いんで、はい、あっとこれはどうでしょうか。前方宙返りで入りましたが、なんとかこらえました、はい、片足も完全に外れてましたけどね。この辺落下しないでこらえるというのも、はい、やはり力ですね。女子でも嫌う選手が多いですけどね。これは素晴らしいですね、今の高さ、はい、素晴らしいですね。同じ技でもちょっとあの他の選手と違うような感じを与えますね。この辺も柔軟性があります。やはり恐怖心もあるでしょうからね。そうですね、まあ女性の気持ちはなかなかわからないんですけどね、まあ、本当に10センチの台ですからね、我々でも乗ったら何もできませんからね、はい、男子もちょっと幅を広くしてやったらどうかなと思うんですけど、まあ、やっぱり男子になくて本当に良かったと思ってますから。そうですか、はい、さあ宙のは後方宙返り、今のところは大きなミスはありません。入りのところでちょっと危なかったんですが、 その後は持ち直しています。この試合の後はドイツカップに出場予定です。やはりこの美しさ、柔軟性、力強さですね、はい、フィニッシュです。抱え込みの2回宙返り、高いところで終わってますよね。いや、 やはり他の選手とは技のキレ、大きさ、はい、柔らかさ、美しさ、やっぱりこう一味違いますね。そうですね、やはりあの脚力がこの選手の特徴だと思うんですけど、うまく使ってあの他の選手との違いを見せてますね。後方宙返りにしても非常に大きいですもんね、はい、得点が 9.862、 やはりトップです。女子の平均台です。現在まではご覧のような結果、ラチューノワが 9.862 でトップに立っています。ナイトが 9.725、 オカが 9.675 と続いています。そして登場するのがヤン・ボーです。中国、オカ選手の得点は 9.675、 世界選手権の個人総合で5位に入っています。非常にこの平均台も得意としています。16歳、この選手は大技がありますからね。そうですね、途中で後転跳びの1回ひねりをやります、はい、1回目 9.725 です。この辺は体の柔らかさを存分に発揮しているという演技です、はい、開脚ジャンプを2回、17歳、
柔軟性がありますね。ですね。後転跳び後方宙返り決まりました。ここです。これですね。一回ひねり、はい、後方の一回ひねり、これも決まっています。大技を決めましたヤンボー。この平均台でひねるっていうのはこれかなり難度が高いですね。そうですね。限られた空間ですし、降りるとこがものすごく狭いとこですからね。70センチですから、はい、これ軸がしっかりしてませんと落下します。一回ひねりを決めていますヤンボー。そしてあれは体で受ける形になりますからね。そうですね。ローリングというような形になりますね。後転跳び後方宙返り、後方宙返り、今日はかなり波に乗っています。好調です。伸び伸びと演技してるっていう感じがしますね、はい、もうだいたい心配なところは終わったんじゃないですかね。フィニッシュです。フィニッシュは抱え込みの2回宙返り、着地もぴたりと決めました。いい出来ですね。いや素晴らしい演技でしたね、はい、本人もこれはもう会心の笑顔です。ここです。後方1回ひねりで体で受けます、はい、世界でもこの平均台でひねる選手は数人しかいません。これは最後抱え込みの後方2回宙返り、着地も見事です。これはもうやはり得点も高得点 9.950、ほぼ満点の演技と言っていいんじゃないですか、はい、9.950、もうこれは10金か銀かというところですね、はい、さあそして日本選手が続きます。篠田美穂17歳になりました。世界選手権の個人総合15位、平均台では種目別で8位に入りました。ロンダードから後方宙返り上がり。篠田も世界選手権での活躍は目立ちましたね。そうですね、頑張りましたね。ここが一つ後転跳び後方宙返りの後方宙返り、はい、はい、乗りました。ちょっと体が傾きましたがこらえました。ご覧になっていただくと分かると思うんですが、右足首テーピングしておりまして、はい、6月に痛めてるんですね。あ、本人はもう大丈夫と元気に言っていましたが、着地するときにはやはりちょっと痛そうです。あ、ここがもう一つ抱え込みの前宙ですね。前宙です。はい、普段はお菓子作りの好きな高校2年生です。あ、頼もしいという感じが体験してきましたね。そうですね、非常に安定してますしね、まあ度胸がいいというんですかね、そういう感じを我々受けますけれども、まあ、山形の演技会では、まあ、平均台で3回も落下してしまったので今日はやりますよと話しておりました。これからフィニッシュです。後方屈伸の2回宙返り降りです、はい、全体としては非常にいい出来だったんじゃないですか。そうですね、大きなミスはなかったですからまずまずだと思いますね。まあ最後もこれ屈伸でやってますしね、まあ、抱え込みの選手が多い中では積極的だと思いますね、はい。まあ、篠田もやはりこれから日本をまだまだ引っ張っていってほしいという選手ですね、はい、得点が 9.837、 依然としてヤンが 9.950 です。東京カップ国際選抜体操競技大会、種目も残り少なくなってきました。女子は最後の種目になります。ゆかの演技、ミレーナ・マフロディバ、ブルガリアの演技です。世界選手権では個人総合29位でした。このゆかでは6位に入っています。最初は伸身の2回宙返りです、はい、高さがありますね。この選手のいいところはどういう点ですか。タンブリングはやっぱりかなり強いんじゃないですかね。15歳です。ブルガリアの新鋭です。2つ目のシリーズです。シリーズで2回宙返りですね。最後は抱え込みの2回宙返りでした、
12メートル四方のマットをいっぱいに使います。フィニッシュ、最後はムーンサルトです。足がこれどうでしょうかね。どうですかね、ここの角度ですと、はい、出てないんじゃないでしょうかね、はい、ミレーナ・マフロディバ、ブルガリアの演技でした。翌泳は最後きちっと着地を決めたかったところなんですが、そうですね、はい、しかし最後にムーンサルトを持ってきました、はい、足の力はある選手ですね、はい。マフロディバは 9.700 という得点です。まずまずの得点でした。床はキム・ケリーです、アメリカ。全米選手権で13位の選手です。キム・ケリー選手、アメリカ、16歳。本当にいかにもアメリカの選手っていう雰囲気を持った選手ですね、はい。まあ、床の動きなんかはその本当にお国柄の特徴が結構出ますんでね。この辺の振りもユニークですね、はい。最初はムーンサルト、まあ、女子の場合はその技の難易度もそうなんですが、アピールする場合の美しさ、これも重視する傾向になってますね、はい。まあ、特に床はその動きがですね、非常に評価の対象になってますので、シリーズですね、2回ひねり、はい。ここで曲がガラリと変わります。これも本当なんかアメリカっていう雰囲気がありますね。やはりそういう国柄をアピールするってことも重要なことですね。そうですね。曲にもその国の民謡を使う選手も結構多いですね、はい、床の場合は。最後のシリーズはどうでしょうか。抱え込みの2回宙返り、はい、後方2回宙返り、演技が終了しました。キム・ケリーです、16歳。まあ、この選手もこれからアメリカをリードしていく選手の一人だと思うんですが、そうですね。まあ、これからに向けてはどうですか。どういう面をもう少しやってほしいですか。そうですね、やはりタンブリングの高さだとか、あるいはその難度でアピールするようになってくると、やはりかなり強くなるでしょうね。 9.712 加藤の平行棒でした。床、次の演技者、ゼッケン16番タチアナ・グロシコワ選手、ソビエトです。ソビエトのグロシコワです。この選手も素晴らしいタンブリングありますね。1本目最初のシリーズで大技があります、はい、2回ひねりの2回宙返りをします。決めました。素晴らしいですね。2回ひねりの2回宙返り、男子でも少ないですからね、やる選手は。これも綺麗ですね、はい、この技の力強さ、難しさ、そしてこの辺の美しさ、そうですね、さすがこうソビエト鍛えられてるっていう気がしますね、はい、動きはやはり洗練されてますね。まあ、バレエの専門家もついてコーチしているということですね、はい、2つ目のシリーズです。抱え込みの2回宙返りです。最後ですね、屈伸のムーンサルト、最後はちょっと、まあ、ごまかしたというか、そうですね、乱れたんですがうまくつなげましたね、はい。まあ、こういうところもやっぱり、はい、さすがという気がします。そうですね、ミスしてもミスに見せないような努力はしますね。